本的に映画ファンになろうって思いましたから、脇役はこんな名作にも出てるんだったら、うん、じゃあ見てみようっていうので、うん、ちょっとそれから裾野が広がって普通の映画を見るようになった、うん、どん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 次のページにめくりたくなりますね。そうなればいいなとは思ってたかもしれないけど、うんうん、まあそれは叶わぬ夢だろうなと思ってました、うん、論より視点を教わったっていうところが強いよね、うんうん、ずっとずっとあの方に映画を教わってましたよね、うん、イラストを描いて映画につなげよう、はい、映画イラストと映画の表現の違いとか、はい、そこって何かありますか。あ、イラストと映画のね表現の違いやっぱりねライティングだと思う、うんうん、だからペーパークラフトっていうのはそれをちょっと再現したかったので、うん、ペーパークラフトはライティングが命の作品なので、凹凸をつけることにおいて光を、そう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 、うん、ライティングをするとその元の、作品がすごく立体的に見せるのはそのライティング次第だし、うん、似せるのもそうなんですよ、うん、実はさっきのクリント・イーストウッドも、ね、右から当てた方が似てるのね、うん、あれ、まあ、やっぱり別の方向からライト当てると、うん、あまり似てなくなったりとか、うん、意図しない顔面になったりする、はいはいはい、そこはやっぱりそのライティングがやっぱりすごく重要な、うん、だから僕もライティングを考えて作ってはいます。ここに影が落ちると多分似るなっていう、うん、そうすると映画の見方もそのなんだろうスターを撮ってる、はい、照明だとかの方の視点に行きますか。照明でもあんまり考えたことないかな。あ、そうですか、うん、色とかは結構、うん、最近は意識したりはするけど、かつて例えば松竹 の、 その岸恵子さんだとか岡田真理子さんなんか、その、まあ、松竹も大変もみんなそうなんですけど、女優さんを綺麗な時は、ね、こちらからライトを当てて、うん、こっちからの顔で陰影をつけるとか、うん、必ずこうご指定があったとかいうふうに聞きます、ね、カタリン・ドリューンは有名だよね。有名ですね。左からだっけ。なんかしかそうですね。こっちからからが多いですね。確かにこっちの顔のイメージありますね。うん、ね、絵もね、ちょっとそういうところがあって、はい、やっぱり左の方からの方がやっぱり人の顔って描きやすいんですよ。だから左向きの絵って多いんだよね。うん、正面は正面はね、やっぱり欧米人は、うん、凹凸があるので、うん、しっかりいくねんけど、うん、日本人の場合は割と正面だとちょっとやっぱりのっぺりしずらね。で、ペーパークラフトは基本的に浮かして作るものだから、うん、正面って結構弱いんですよ。あ、なるほど、うん、だけどイーストウッドはそんな、うん、困難さも克服しようと努力はしましたけど、うん、なるほど、他の人はあんまり努力しないので、うん、結構正面の作品は少ないです。うん、じゃあちょっとイーストウッドの話、イーストウッドで 何、はい、何が一番好きなの。やっぱりあれかな、うん、許されざるものかな、うん、それって監督をし始めてからっていうか監督の最高峰の作品じゃないですか、やっぱり、うん、全部の作品入れてもその前ので何かお気に入りみたいな。前はもう断然に続遊戯のガンマン、続遊戯がそこまで戻っちゃいますか、うん、続遊戯のガンマンが世界で一番面白い映画と思ってました。そうか、その辺ちょっと違うんだな。俺マカロニがどうにもダメでね、やっぱりね。あ、僕ね、うん、吉川さんって割と正統派から映画に入っているようだけど、私正統派って言われます。確かに僕ね全部ね、うん、異端から入るんだ。だからマカロニの上から入って、うん、西部劇が好きになって、うん、ワイルドバンチを見て、うんうん、あ、これはちょっと西部劇はマカロニが違うのかもって思って。ああ、そうなんですか。それから、あ、じゃあさっきの、うん、川本さんの話じゃないけど、うん、ストローサー・マーチの出てる映画とか、はい、ウォーレン・オーツの出てる映画、はい、他に何があるんだろうって言われたら、うん、あ、なんかジョン・ホドの映画にちょっとストローサー・マーチとか出とんなって、うん、そっちの方を見出すと、うん、あ、ジョン・ホド、うん、いいなと思うようになって、うん、で結局先祖返りをして、うん、最終的には、うん、ジョン・ホードの映画まで行っちゃうという、うん、なるほど、うん、だから異端から入って、うん、だから用心棒も実は、うん、荒野の用心棒先見てて、
用心棒を見た時に、うん、マカロニ小屋の用心棒のマネじゃんって言われて思ってたら、家に帰って母ちゃんに、それは用心棒が先やって言われて、黒沢明の用心棒ですよ。それは黒沢明すげえなと見た時代っていうか、あの私の時はウエストサイドストーリーを先に見た、まあ、友達がなんだかさ、ロミネとジュリエットそっくりじゃんこれとかいうふうに言って、違うだろうが、ロミネとジュリエットが先にあって、それをミュージカル化にしようという企画でウエストサイドストーリーができたんだっていうのを、まあすごいな、そういうふうに、まあ見る時によってなんだろう、今で言うか三谷幸喜の優しい日本人でしたっけ、12人の優しい日本人を見て感動した人が、もうあれって12人の行かれるところの、が元だぜって言っても、うん、ピンとこないという、うん、だから、日本にはその当時は陪審制度がなかった、だからそれをあると前提で面白い戯曲にしましたっていうのが三谷さんの方なんだけど、うん、でも陪審制度があって12人が全員無罪か有罪かを決めなきゃいけない、それが、一室に閉じこもってちゃんと、議論する映画こそ名作12人の行かれる男、見ました？見てないですか？いやあれはね、見ると民主主義ってこういうもんだよって、うん、教えてくれますよ、わ、うん、かりやすく、はい、ヘンリー・ホンダがねいいんです。あ、ヘンリー・ホンダ、はい、まあヘンリー・ホンダだけじゃないですよね、それこそ鴨さんの脇役グラフィティじゃないですけども、そうそう、やたらと出てるもんね、はい、そこはね、あれね、ヘンリー・ホンダがね、まあここは僕の本のあれになりますけど、彼だけ白い服着てるね。そうだしね。夏の日だからね。うん、で扇風機が少し回ってるだけでね、すっげえ暑いんだ。うん、でも白いスーツをちゃんと着てる演じ。彼だけねちゃんとジャケット着て、みんな半分脱いでるね。うんうん、でもなんでかと思ったら、あのジャックナイフをこっから出すので、うん、最初からここに入れてるとバレちゃうんだよ、うん、だから白い服着てるんだ。なるほどなるほど。まあでも。あれは多分、うん、天使かなんかのメタファーなんだろうなっていうとこはちょっと見え隠れしましたけど、うん、なるほど、うん、深いですね、ちゃんと見てますね。いやそれはやっぱりね、ああいう衣装とか見てる、うん、気になると、うん、あ、なんとなく関連してるんだろうなと思いますよね、うん、特にあれ白黒だから、うん、やっぱり白か黒じゃない、うんうんうん、でやっぱり真っ白の服にしてるのは、うん、おそらくそれはちょっと感じさせるためにあの白い服着させてるのかなと思う。他の、イージーマーシャルとかはちょっとグレーの服とか着てたり、うんうん、してるんだけど、うん、他の方はほとんどあれでしょ、うん、ワイシャツ姿が多いから、うん、イージーマーシャル、リージェコップ、ジャック・ボーデンとか出てますね。それこそそれも脇役グラフィティちゃんと、気になりますね、その服装の色言われるとやっぱ見たくなりますね、うん、そのヘンリー・ホンダの色が、ああモノクロだから余計ね、うん、彼だけ目立つよね、うん、まあお話だ、ストーリーももちろんすごい、いい映画ですけども、うん、高松さんが今教えてくれたような映画の見方もできるということですね、うん、なんかね、高松さんの川本三郎さん何をおっしゃいますしてるというかすごいな、高松さんに実はお会いした時に、うん、別れ際に僕の本渡したんやけど、うんうんうん、あの時に、あ、渡さんかったとかって言って、ものすごい、こんなもん渡して、こいつアホちゃうわって思ってかなと思って。いや、シネマクローゼットの方だって、結局はスターの似顔絵描いてますけども、着てる服、持ってる銃だとかのディティールにこだわってるっていうところが、絶対ありますからね。そうそう、あんまり興味ないのね、やっぱり女性の服は弱いのよね。自分が着ないから。うん、実はその乗ってるやつも3割ぐらいはね、あれじゃないですか、12人の彼の、はい、3割ぐらいはねちょっと自分で持ってたりするし、あ、そうなんですか、だから買えないやつはあるけど、うん、ちょっと買えるやつは持ってたりするんで、すごいな、いや来たからって返利放題になれないんだけど、うん、まあ白いジャケットは買えるしなと思って、うん、なるほど、へえ、いやそもそも
絶対ここに行きたいと思って行きましたよ。なんだ、街をうろうろ歩くのも結局は岡本さんと同じですね。なんかメーカー分かったのがちょっと嬉しいな。そうなんだ。でもね、マジであんな色のね。カタルシネマをご覧いただきありがとうございます。カタルシネマではネット限定で T シャツ、トートバッグ、缶バッジなどオリジナルグッズの販売も行っています。カタルシネマ物販部と検索するとアクセスできますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。